僕とても困ってるんですよね。お、僕も困ってるんだよね。あれ、困ってるんですか？困ってるよ、もう。すごいよ。すごい困ってる。じゃあ、もしかしたら一緒なんじゃないですか？一緒かな。行ってみようか。せーので言いましょうか。そうね。はい。じゃあ僕が言いますね。はい。せーの、花粉。そりゃそうなのよ。やっぱそうじゃん。いや、先週でしたっけ？何が？花粉、来てるみたいな話でも、いや、あんまりみたいなことをラジオでも言ってましたよ、ね。先々週かな。そう、あの時はね、春あんま来ないからって言ってたんですけど。そう、やし、ここはね、秋の方がひどいから。そうなんです。僕がやばいかもねって話してたけど。これ、嘘です。え？やばかった。いやー、やばいね。多分、うん、去年調子が良かっただけですね。去年、あんまなかったんですけど。去年多分少なかったよ。やっぱそうなのかな。だって、僕、一昨日サバゲーしてたんだけど、はい、あの立ち止まるたびに鼻が詰まっても走ってる時だけ鼻が通ってんのよそういう体の構造されてるんですね。やばくても本当に試合終わった瞬間ずっと口呼吸するしかないぐらいの山の中だし。あるね、やだねそれね。マジでね、夜もちゃんと寝れない。でももう私もさ、うん、もう3コンボ食らってます。え、目と鼻と喉。あら、やってんね。やるよな。急に花粉症薬も。急に来たね。急に来た。本当にそう。アホ。なんか。もうね、でも僕、なんだろう、一番喉がしんどいんですよね。なんか、くしゃみって、だんだんひどくなったからね。あー、僕あんまくしゃみ出ないかも。あら。鼻水っていうか、鼻がめちゃくちゃ詰まって口呼吸になるのありますし、うん、目もね、それこそね、もう取りたくて仕方ないってなるんですけど、めっちゃ擦ってるよ。喉ってどうしようもないんですよね、かゆさ。なんかね、キモいよね。だからずっと舌を、やってます。え、待って待って、それでなんとかなってんの？いや、その、何、下の先が一番奥に当たるじゃないですか。わかります？これやると。ああ、はい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 。で、それで、喉をかいてる感じにして。あ、僕、まあ、喉かけるけどな。え？え？どういうこと？ベロン長くて柔らかすぎて。ああ、キモ。いや、でも、ごめんなさい。実際そんな柔らかいものって書いても意味ないし、それって抜本的な解決になってないから。むしろなんか痛めてそうだよね。やりそう。いやでも花粉が、で、それででもこの収録日当日に病院行きました。何か？眼科。お、まず目から。まず目からというか、うん、家に近くに眼科があって、うん、毎年そこ行って、目薬もらってついでに飲み薬ももらうんですよ。あ、もう何でも出してくれるんだ。あ、そう。へー。なんで、それでもらってきましたけど、うん、いや最悪だったね。目取られた。え？目取って洗いたいんですって言ったら、本当に取られて洗われた目の前で。そんなところに通うな、近くだからと言って。何が最悪？いやー、眼科なんですけど、うん、よくこう病院って、病院のすぐ隣とかにこう、調剤薬局が併設してるパターンとか、まあね、多いじゃないですか。処方箋持ってそこ行ってね、薬もらったりするような。そう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 。で、そういう感じだったんですけど、うん、久々に行って、で僕がだからほとんど毎年行くけど、花粉症のシーズンにしか行かんみたいな感じなので、うん、それで行ったら、で、薬のね、処方箋もらって、はいはい、それでじゃあ行こうってなったら、うん、裏手に あるんですけど、調剤薬局が、うん。調剤薬局が潰れましてって言われて、は？その、病院、眼科は残ってるのに調剤薬局だけ潰れて。そんなことある？いや、そんなことあるって思ったんですけど、そんなことないでしょ。で、実際見たらなくなってて、建物だけで。杉薬局行くしかないじゃん、もう。そうで、ちょっとあの、何、簡易的な地図みたいなのされて、あの、ここに杉薬局があるので、こちらが一番近いんで、って言われて、そう、そのために、だいたいさ、車止めてさ、病院から調剤薬局まで歩くのにさ、うん、車もう一回乗って杉薬局行って、ああ、だるいね。で、杉薬局も、まあ、基本的にはこう、小売的なドラッグストアの側面がかなり、じゃないですか。そうね。だから、薬剤師さんが一人しかいらっしゃらなくて、で、その花粉症シーズンでみんな来てるその患者がそのまま流れてくるんですよね、うん、杉薬局に。だって隣に目をかきながら。そう。でも、てんてこまいのパニックで薬もらうのに、50分。は？だからもう、一人で対応しなきゃいけないから。別の杉薬局行った方が良かったじゃん、マジで。まあでも、うん、その時僕ももうやることとかあったので、うん、まあ一回家帰っていいですかって聞いて家帰ってやることやったりとかもしながらも。でもう一回行かなきゃいけないしってなって、え、もうなんで調剤薬局だけ潰れるん、なんで以前からみんな杉薬局行ってた、もしかして。いや、そんなことないと思うんですけどね。なんか話聞くと、その年末になんかなくなってたらしくて、はー、いやー、ちょっ
変なのは、こういうパターンもあるんだって思いましたけど。聞いたことないね。うん。いや、まあでもね、花粉症とはやっぱりもう、根治は難しいですから。いや、もうやばい。ちょっと僕は喉ガラガラ鼻ズルズルしてるかもしれないけども、収録中。いや、僕も鼻はありますけれども、ちょっとお聞き苦しいかもしれないですがね。許してちょうよ、という話です、ね。頑張って切るぞ。編集の腕が問われる。はい。僕は責任します。ということで。はい。お便りもね、ちゃんと来て、消化しましょうか。来てるの？来てます。よし！ということで、じゃあ早速行きましょう。はい。ラジオネーム、やめてくれー、うわー、さんからです。はい。チャス、骨氷さんのゲーセンのお話、とても心に響きました。やった！私もゲーセンで音ゲーしてみようかな、という気持ちになったのですが、私は、スマホの音ゲー、かっこ、しかも半剣ものばっかり、しか触ってきていないので、実際そういう初心者が始めるのに、ぴったりな音ゲーってあったりしますか？まさかあったり、そんなね、まさか。骨氷様の普段プレイしているとか、得意な音ゲーも教えていただけると嬉しいです。ということです。ありがとうございます。元気出して。え？私？うん。いや、ごめん、ちょっと今はね、噛まないようにってちょっと、やってたからちょっと元気なく聞こえちゃったかな。もう一回読むよ、元気よく。え？でもいいけど。大丈夫、大丈夫。大丈夫、ありがとうございます。ジャス！あー、はい、ちょっと待って、はい、バキバキってなってたけど、拾った音がもう。すいません、すいません。え？ゲーセンのお話ということですよ。あれね、なんかしたね。なんだっけ、うん、どこでしたっけ、忘れたんやもん。ちょっともう覚えてないけど。頭回らないもん。そう。音ゲーしてみようかなってことで。よかったですね。やったね。うん。あの話をした意味があったかなと思いますけど。一人にさらに、おすすめを聞かれてますよ、音ゲーの。おすすめね。じゃあ、したことない人に聞くけど。はい。今から始めるものに、なんか必要な要素って何？今から必要なものに始める。こういうゲームはむずいなって思っちゃうなっていうのがある。あります。でも僕は、このお便り送ってきてくれた、やめてくれ、うわーさんと違って、うん、スマホの音ゲーもほぼほぼやってないに等しいので、でも、なんでその、音ゲーというものに対しての立ち位置もちょっと違うかなって感じもしますけど、うん、まあ、初心者として、やっぱり最初はあれじゃないですか？この人、半剣ものばっかりやってるっていうところからも、うん、こう、何か好きなものがあって、その好きなものにまつわる曲がゲームでできるからって言って音ゲーに入ってる気がするので、やっぱこう、知ってる曲、なんか僕は初心者だというか、あまり知らないのであれですけど、うんうん、音ゲーの中ではもう音ゲー曲みたいな、音ゲーの中界隈ではすごい有名だけど、ね、別に一般向けでは全然みたいな、音ゲー用の曲とかもあると思うんですけど、ね、というよりかは、こう、ポップスとかアニソンみたいなものがいっぱい入ってるような音ゲーとかの方が、最初はとっつきやすいんじゃないですか。難易度とかももちろんあると思いますけどね。まあ、これはね、いろいろ回答があるよね、やっぱり。まあ、いっぱいありますからね。そう、知ってる曲をめちゃめちゃやりたいんだら、もうそんな安直な答えをすると太鼓の達人なんですけど。いや、そうよね。太鼓の達人が今多分に。大体の流行りの曲は入ってる。はい、はい。し、あれはナムコだけど、セガが出してるチューニズムとマイマイと。はい、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 はい。もう、まあ、とっつきやすい曲の面では。うんうん、まあ、イメージそうかな。で、まあ、やっぱり音ゲーといえばコナミみたいなところがあるんだけど、うん。何がいいんだろうな。そう、勝手な偏見なんですけど、うん。なんか、なんかめちゃくちゃ低年齢って言うと失礼かな。なんか中学生くらいが、うん、僕が中学生の時とかもそうだったんですけど、うん。なんか、ユビートをめちゃくちゃやってて、はい、なんかそう、やりやすいのかなって勝手に思ったんですけど、うん、そんなことない。ああ、まあその時はまず音ゲーが今ほどないし、あ、なるほどね、選択肢のなさもあった。まあ、見た目のね、スタイリッシュさ、ああ、確かに確かに。とかいうのもあるし、かつそれこそ知ってる曲ね、ビートマニアなんかはほぼ半剣ものないんですよ。最近やっと入ってきたみたいな。そうそう。とっつきづらいかもしれないですね。そうそう、僕ね、なんだろう。やっぱ、オプションのわかりやすさ？チュートリアル的な？ああ、大事か。どこにオプションがあるかわからない音ゲーが多いなって思うんですよ、僕は、正直。うん、いろいろ触れてきて。そうそう。初心者って、オプションをデフォでやるじゃん、もうやっぱ基本的に何もわかんないから。まあ、わからなきゃ楽しくないですからね。そうそう。でも、オプションをいじらないとどうにもできなくなるタイミングって出てくるから、うんうんうん、そういうオプションのいじりやすさっていうと、
チューニズム。は、は、は。ユビートってやったことある？あー、なんか、見てた。やってるのを見てたけど、横で。自分でやってないな。とかね。はいはい。あれですね。ノスタルジアっていうピアノのゲーム。あれも、オプションは、ここですよって曲を始める前に分かる位置にはあるから。し、どれがどういう項目ですよって。タッチマってパネルでね、選べるんであれば。割と直感的な操作ができるんで、いいのかもね。なんか、マイマイは、正直ですよ。うん。その、年数経ちすぎて、わけわかんなくなってるんですよ。オプションとかももう。もう魔改造されてってるんだ。そう。なんか、タッチがいいのか、ボタンでするのがいいのか、みたいな。へぇー。あるし、なんかスライドの判定わかんないし、みたいな。なんかそういう理不尽な要素が少ないところで言うと、やっぱり、そうかな。タッチパネルのゲーム。タッチパネルもしくはそれに準ずるもののゲームがいいんじゃないですかね。なるほど。チューニズムとノスタルジア。これでお答えになってるといいですね。なってるのかな。ぜひゲーセンを救うね、一人のね、救世主になってくれることになりましょう。大丈夫？僕の普段プレイしてるやつとか。はい、ということでありがとうございました。次のお便りです。うん。ラジオネーム、インド人ダニョさんからです。はい。おつ満足。おつ満足。そろそろ母親の誕生日だけど、何をあげればいいかわかりません。あら。お二人は何をあげた、もしくは何をあげる予定ですか？教えてよね。教えてくれないの？教えてよ。ねえ。とのことです。あざーす。ありがとうございます。骨氷さんはいかがですか？過去にあげたことがあるものはですね。はい。あの、プリザーブドフラワー。ある。乾いた。結構鉄板なイメージあるかも。乾いた花。うんうんうん。あれですかね。あれの赤いやつ。多分ね、カーネーションイメージですわな。カーネーションではなかった。はいはいはい、けど、なんかこじんまりした、そういうのを送ったことがありますね。うん、なんかあんまあげないんだよね、正直。なんか、誕生日チケーし、その時、母親が。だし、はいはいはい、まあ姉はなんかヨギボーとか送ってましたね、一昨年ぐらいに。あ、まあまあまあ、もう、ね、骨氷さんの年齢くらいの、まあ、お母様とかになると、大体もう、なんだろう、ヘルス、まあ、大事大事、本当に。そう、という方が案外、こう、実用的で喜ばれるかもしれないですね。うん、なんか花はね、正直、世話させなきゃいけなくなっちゃうからね。そう。生花は良くないよね。生花は良くない、うん。乾いた花がいいかも。ドライフラワーも結構、ね、あれもなんだかんだ、いいのかな、うんうんうん、どうなんだろう。いいんじゃないですか？お世話のいらないものがいいかもね。食べ物でもいいんじゃない？うんうんうん。なんか僕も、友達に結婚祝いで渡したのは、あれですね。なんかお花を形をした、こう、なんだろう、石鹸みたいな感じで、あの、飾ると、その、まあなんだろう、飾って花だ可愛いし、石鹸として匂いがあるから、その芳香剤としても使えるし、飽きたなって思ったら、それを石鹸として使えるので、なんかそういうのも良かったなって思います。まあ、あの、友達にあげたんですけど。うん、はい。いや、しょこさんは何がいいと思いますか？僕ですか？はい。あの、僕は、あの、母親がいません。ラジオネーム、アントニオ・サリエリさんからのお便りです。おい、どうしてそんなことすんだ？あうわお前これ、丸亀製麺のネギ入ってる感じゃねえか。どうして持ち出した？やめろ。やっぱ答えなくていい。答えなくていいからネギ食うのやめろ。何がお前に窃盗までさせてこんなことさせるんだ。収録はもう始まってるんだぞ。お前、これ満タンに入ってたのか。そしたらもう何らかの治療超えてんだろ。このままじゃネギで死ぬ初めての人類になるぞ。あれ？もしかしてこれ俺の声聞こえてないのかな？もしもーし。え、聞こえてんじゃん。ラジオでわかんない声だけすんのやめてくれ。俺が説明しなきゃいけないのわけわかんないんだから。食った。食ったぞ。俺は。あ、全部食べたんだ。大丈夫？大丈夫かと言われたら、大丈夫じゃない。なんだよね。うん。ラジオ一旦止める？止めない。ラジオは続ける。ラジオを止めるな！問題。さて、
ここでヤシココさんに問題です。なぜヤシココさんは丸亀製麺のネギを窃盗した上にラジオ中に完食したのでしょうか？そんなの決まってるでしょう。はい。丸源製麺のネギたっぷりラーメンを食べた後だからだよ。ブブー。正解読み上げますね。間違えちゃったな。うん。正解は、ヤシココさんのふるさとの村では、成人の儀式として丸亀製麺でうどんのテイクアウトをすると見せかけて、なるべく大量のネギが残っている状態の缶を持ち去り、それをすべて食べるという風習があるため、ふるさとを離れたヤシココさんのご両親に大人になった自分を見せるには、この手法が一番手っ取り早かったということなんですね。これもまた悩みなんですけど、お、僕ちょっと小学生とゆかりがあるんですね。え、大丈夫？今110番にこう番号を え, えちょっとえいや、というのもですね、うん、親戚結構うちの家っていろんな人が住んでるんですけど、うん、大丈夫？知らない人お家にあげたりしてないいや、その親戚のね、親戚も同じ建物に住んでるんですよ。はい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 、まあ、あるわな。で、それに小学生がいて、なんだいいだろ、一番安全だろ。危ない危ない。で、まあその小学生もいるし、あとやっぱ友達の家に遊びに行くとかもあるじゃないですか、頻繁に、近所だから。だからよく友達がこう我が家に遊びに来るんですね。親戚の友達ことね。そう、小学生のクラスメイト、はい、近所の友達が我が家に来るんですけど、まあその小学生には僕散々舐められてるんですね舐められそう。散々舐められてるけど、まあそれはまあいいんですわ、舐められてることは。まあ親しみを持って接してくれてるってね、言い換えれる。そう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 、やっぱそういう存在がいた方がいいなって僕も思いますし、まあまあまあ、そこに関して何とも思ってないんですけど、うん、まあそれと同時にやっぱ僕がこう年長者のかつまだ若めってことで、たまにこう我が家で、うん、その親戚と友達とが集まって遊び、うん、かつちょっとこの時間はなんか宿題を一緒にやろうみたいな。お、偉いね。ことをなんかみんなで机囲んでというか、まあ宿題を一緒にやるタイミングがあって、はいはい、でたまたまその場に僕が行くと、うん、分かんなかったりした問題とかを聞かれるんですよ。まあね、言うても大学生だからね。そうだから、まあそれで、まあ、聞かれたら、まあ、ここはこうこうこうなんじゃないとか、まあ言ってまあその場を去るってことがあるんですけど、うん、なんか先日、うん、算数の問題を聞かれたんですよ。簡単じゃん。そうで、で、まあ、先に結論を言うと、うん、あの頭を抱えてしまって最適解を導き出せないまま終わったんですけど、それが 4+2 が分からず舐められてる。あんたが私を舐めてるついに 4+2 が分からなくなっちゃってで、ちょっとそれについてちょっと骨氷さんのね意見も伺いたいなって思うんですけど、任せろ。まあ、まず算数とか、まあ、数学とかはこう章とかがあると思うんですね、分野ごとに。ああ、そうね、章ね、はい、でそれでその宿題は一体どんな問題だったかっていうと、うん、計算の決まりっていう章で、まあ、四則演算どの順番でやるかってこと？いや、文章問題を一つの式にする、式から問題を作るっていう副題がついてるんですね。で、まあ、なんか最初にこうウォーミングアップみたいな問題として、うん、文章、こう算数の文章題が4つあって、うん、この文章題を解くときに正しい計算式は次の選択肢からどれでしょうっていうのが出てくるんですよ。で、ちょっとあの口頭でね、あの今から言うのでちょっとわからないところとかもあるかもしれないんですけど、うん、ちょっと骨氷さんにはそれを頑張って理解してもらいつつ、かつリスナーの方は YouTube で聞いてたらもしかしたら動画にねいろいろ載るかもしれないということだけ先に言わせていただくんですが、僕の余裕の有無で決まります。はい、なかったらごめんなさい、僕がわがまま言ってるだけなので、はい
じゃあまず最初に4択なの、4択っていうか4つ問題があって、それぞれに選択肢を当てはめるので、うんうんうん、もう全部言ってまず骨氷さんの頭をパンクさせます。ちょっと待って選択肢言わずに問題文だけ4つ全部言う。まあまあまあやったろやないかい、はい、じゃあまず1丸 1,20 もう一回いこう、丸 1,20 はい、25円のお菓子を2個と30円のお菓子を1個買ったら代金はいくらになりますか。 25×2+30×1 じゃあ丸 2 25円と30円のお菓子をそれぞれ2個ずつ買ったら代金はいくらになりますか。丸 3 25人に雨をあ、分かんなくなっちゃったじゃん、なんか言うな丸 3 25人に雨を2個ずつ配ったら30個残りました。はじめに飴は何個あったのでしょうか。あー丸 4 男子25人と女子30人に2個ずつ飴を配るには何個飴があればよいですか。今問題文ずらっと出ました。110個狂っちゃったで、選択肢が、あ、かっこ25+30かっことじかける2、あ、それ最後、あ、嘘かも、い、2×25+30かっことじ、う、25×2+30、え、2×25+30。ちょっと写真があるなら送ってよ。写真はあるんですけど、うん、答えも書いちゃってる、この先のもう丸々写真に入ってるので、あ、ちょっと一回じゃあ、送るのでここはカット前提でちょっと全部打ちます。はい、準備できました。先ほど言った、問題文と選択肢をね、無事骨氷さんの方にちょっと文字として送らせていただいて、これを解く上で改めて確認していただければなと思うんですけれども、はい、まず1番、25円のお菓子を2個と30円のお菓子を1個買ったら代金はいくらになりますか、はい、はさっきの選択肢の中だったらどれすればいいですか。これ 25×2+30じゃないってことは、うですね、さっき言った、まあ、とりあえず、うにしておきますね、はい、25、はい、じゃあ2ですね、25円と30円のお菓子をそれぞれ2個ずつ買ったら代金はいくらになりますか。こちらはどうですか。 25+30×2 か、あ、ごめんね、かっこ 25+30×2 か、 2×25+30×2 なんだよね、これね、うん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 、そうですね、もうさ、答えが同じんだよ、何でもよくないじゃんいや、僕もそれ思うんですよ。でもまあ小学校ではそうやって言われてるから、あかな、25+30がカッコでくくってあって、かける2、後ろにかける2、なるほどね。じゃあ3、25人に飴を2個ずつ配ったら30個残りました、はじめは何個あったのでしょうか。 2×25+30、 うん、で4、男子25人と女子30人に2個ずつ飴を配るには何個飴があればよいですか。25人と30人に1個ずつ、これはまあいいじゃないそうですね、1番がう、あ、え、いいですね、はい、1番からう、あ、え、いい、はい、でこれは、宿題として正解だったんですね。よー、同じように教えて、シュ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 、意味これは分かんないけどね。そう、本当にさっき骨氷さんがおっしゃった通りで、まあ我々も大体の大人は計算の答えさえ合ってればまあいいじゃないかって思うんですけど、うん、でもこれはまあ順序というか意味っていうのをちゃんと理解するためにこういうなんか問題が出たんですよ。もうだって25人と30人に2個ずつ飴を配るにあってさ、うん、え、飴を配るから飴が主体なんですよね。飴かける人数ってことなんでしょうけど、まあよくわかんないんですよ。わかんないね。まあ、ただこれは出してからじゃダメなんだ。はい、まあなんかあくまでまあなんか、うん、なんだろう、基本問題みたいなプリントの中の。はい。で発展問題として、うん、こういうのもあったんですね。サイン、サインタンジェント。に、次の式になる問題文を作りましょう。ああ大喜利だ。大変だよ。30-25×2。もうこれで僕パニックになっちゃって、 30-25×2 は10じゃん。いや答えじゃなくてねはい、はい、今回は問題文を作れって言われてるんですよ。へえ。でまあ大学生的にまずもって小学生でも分かる問題文を作らなきゃいけないなっていうところと、うん、普通に問題文を制作するっていうにはちょっと難易度高めな式だなって
そうですね。かつちょっとなんかおもろいこと言えた方がいいなみたいになっちゃってたけど、これ小学生相手だしなって、わーってなって、なんかこう考えて、あんまそれでいいんじゃないって言ってその場お茶を濁したんですけど、あ、この問題の最適解って何ですか、教えてくださいよ、このゴリさん。ワープ。だから30人いるクラスでよ、25人がアメを拒否しましたと。イエス。2個アメいる人って言ったら、あ、いらない人って聞いたら25人あげたのよ、うん、じゃあ結果何個配ることになるじゃない。なんか道徳が授業のカリキュラムにあるところで教えられなくない、なんかネガティブすぎて。いらない人で聞くことはないけど、そうするしかなくない、マイナスしてるのもだって。もっと肯定的な何かが絶対あると思うんですよ。結局なんかそうなったんですよね、僕もそれに近しい何かになった記憶があるんですけど。じゃあさ、うん、1個30円の駄菓子があるじゃん、はいはいはい、2個買おうとしたんだけど、おいちゃんが、あ、それ1個25円引きで、1個ずつ25円引きでいいよって。もうパニック、もうパニック、小学生。まずおいちゃんが出てきたことわけわかんない。30円から25円引いたものが2つだから10円になったね。わあ、すげえお得。ありえない値引き率だけど。いや、絶対違う。もっといいのあるはずなんですよ。え、あなたはなんて教えたのこれ。いや、僕はちょっとね、なんて教えたかをメモしてなくて、うん、問題文だけメモしてるのでちょっとあんま覚えてないんですけど、その一番最初にその骨氷さんが言ったようなね、内容だったはずなんですよね。その結局だから僕あれかな、クラス2つみたいな感じだった気がしますね。あ、もう全然覚えてない、半年前のことだから。どうするこれ。ちょっとだから僕が数弱っていうのもあって、こういう想像力なくて数弱むしろ国語の能力かな、これは。これは国語、もう引くことでかけるにするのすごいな。これ問題を作らせてどうしたいんだよ。だからそっちからの理解がしたら、そう、もうちゃんと理解したねってことにしたいんでしょうけど、駄菓子がクリティカルじゃない。あ、でもなんかちょっと視点をやっぱり変えてさ、うん、我々がね、自己満小学校の教師です。来ましたね、ここで。そう。で、やっぱ自己満小学校も日本のね、文部科学省のね、指導要領、カリキュラムに則って教えるってなると、うん、これを我々が教えるとき来ますと。なるほど。で、自己満小学校の学生、生徒には、そのことを言うとダメだよね。やっぱ自己満症の生徒でやっぱり校風に乗っ取った生徒になってもらっていけないため、やっぱり割り勘の時は実際までやるから。そうですよ、そう、算数大事なのだし、やっぱそういう、ね、文章問題を式にできないとね、割り勘なんてもうそれよ。もっとシチュエーションを凝らないといい生徒できませんから。変だよこれ。はい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 、なるほど。ちょっとね、そういう答えもちょっとお聞きしたいなと思いまして。ちょっと待ってね、今すごいいいの出てきそうだから。いや、でもやっぱりね、人を消した方がいいと思うんですよね。いや、そうなんだよね。引き算ってこれやっぱ人を消して何かしてる、なんかないかな。かける2が嫌すぎるな。そうだって、そしてでもかける2すること分かってんだったらさ、もう最初から引いてくれって。そうそうそう、自己満小学校校則はね、さっきの1年単位まで割り勘だったりとか、間引き締め勝手に当たりね。そう、やっぱり自己が強いからね、自己が強い子にカッコ 30-25×2 の文章題を出すことでさらなるパワーアップを図るには、はいはい、じゃあ問題出しますね。はい、問題、あるスーパーに30人のお客さんが来ていますが、はい、そのうち25人は、万引き犯でした。終わりすぎだろ。これは土曜日で土日両方とも同じ人数でした。万引き犯の人数は何人でしょう。万引き犯じゃない方じゃなくて、え、あ、そうか、万引き普通に買ってった人か。そう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 、確かに確かに、善良なお客さんは何人でしょう、うん、こうするとやっぱ高速に乗っ取れるかなって思うんですけど。終わってる。治安が。そういうことだよね。そういうこと。はい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 。たかしくんは飲み会に行きましたと。小学生に飲み会の問題出すのか。はい。で、1次会と2次会がともに30敬遠でしたと。3敬遠です。3敬遠。3敬遠。30を3000にするのは無理だな。
30百円。30百円どういうことまあいいや。30百円で、どっちもですね、なんかうまいことちょろまかせて、25百円しか払ってないんですよ。25百円そうそう。いくらちょろまかせたでしょう。はぁ、なるほど。2軒はしごしてっから。そうそうそう。あ、やり手だね。小学生たちも。そうそう。まあ、実際意味には即してるね。そうそう。30円の飲み会とかないからね。あるかもしれないじゃん。どんぐりが通貨でさ。林で集めるでしょ。飲み会じゃないじゃん、もうそれ。木の幹に溜まった水飲んでんじゃん。あれよ、あの花の蜜吸うやつ。あれ、飲み会。あれ、虫とかいるらしいな、あれ。いや、いるらしい。体に害とも言う。じゃあ吸ってたけど。あれかな？やっぱ、キャバクラ行って3万円使いましたもん、今。いや、小学生が？うん、30K円使って。うんうんうん。で、なんかうまいことちょろまかして、2万5000円しか払ってませんよと、何軽円ちょろまかせたでしょうあーすごい、そうこれね、10軽だから1万円ちょろまかせました言える。いいじゃん。ちょっとでもその問題を実際に自己問小学校で出すには、うん、あれかな、まあ、例えば太郎くんがまあクラスメートにいるとして、うん、あの問題文の頭に、うん、あの太郎くんのパパはってつけてくださいそう、言われもない罪を生徒の両親いじめがもうすごいよもういや逆にすごくない？敬遠持ってるの？ってなるし持ってないし実際はそう、まあ、今回はね、僕が実際にその宿題の中の算数のね文章題考えるってわけわかんない問題でしたけど、うん、なんか他にありますか？え、自己満小学校で出したい問題。難しいね。まあ、算数ならなおよしですけど、まあ文武両道かつね、いろんな学問に精通していただきたいので、小学生、自己満小の学生には、はいはいはい、はい、なんかちょっとね話はどんどん転がっていきますけど、自己満小の生徒のためのちょっと問題っていうのは考えたいなって。やっぱさ、うん、合コンで、はい、まあ、6、3対3の合コンしたとするじゃないですか、うん、お会計が、うん、2万円だったと。全員で合わせて。全員合わせて。はい。まあ女の子たちは、一人1000円でいいよって言うわけよ。あ、言うね。高志君は。見え張って。高志君はもう見え張って。男で女の子先に店の外出させて、高志君は男2人に向かって、ここできっちりあと3等分な。はい、男1人いくらでしょう。むずすぎる。まあ、1万7000割る3させるも難しいし。そうそうそう。あのこの状況において男の中での駆け引きが生まれる難しさもある。ここで、たかしくんは頑張って6000円出すのもある。なるほどね。そう。その、そこの内訳を女性陣に後で言うっていうこともやっぱ考えて、そう、そう、鑑みて、やっぱ、本当に5666円。じゃあ俺一人で667払うわ、みたいなのはもうダサいわけ。確かにね。そうそうそう。あ、それはあるかもね。こういうとこも考えてね、自己満足満たしていかないと。確かに。じゃあ僕もちょっとオリジナル問題考えたんですけど、いいですか？どうぞ。会社の部署の飲み会がありましたと。うん、で、まあ、10人、10人で飲み会しましたと。はい。全員の総会計が、まあ、コースみたいなあれ、うん、飲み放題みたいなのもありで、うん、5万円でしたと。10人で10人で5万円。はいはい、10人で5万円で、幹事がね、お金を徴収してまとめて払いますっていう、はいはい、手はずになってました。なりますね。で、前もって予約をした段階から1人5000円ですっていう連絡があって、うん、実際にみんな5000円払って5万円支払いました。しかし、その後に、うん、ゆうきくんは、幹事と話してる時に、幹事が、自分の予約した時のアカウントのポイントを1万円を使って4万円支払ってたことが発覚しました。はいはい。で、1万円は自分の手元に現金として入れてました。はい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 、まあ、ポイントロンダリングですわな。そう、このポイントロンダリングに関して、うん、ゆうきくんは他の部署のメンバーに告発すべきですかという道徳の授業です。これ悪くないんじゃない？いや、僕は嫌です。あ、ゆうきくんだったら言うと、ゆうきくんと僕は嫌派だから、うん、先生は嫌だよ、みんなはどう思うって言ってあのこの字に机をね並べてだるい、話したりします。だるいは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 い、骨氷くん。漢字の名前なんだっけ？漢字は名前つけてないけど、じゃあ漢字くんでいっか。漢字くんにしましょう。漢字くんはなんか予約とかそういう
ットの調整とかも頑張ったから、まあ、そもそも幹事くんが持ってたポイントが現金になっただけだから私はいいと思います。なるほどね、ありがとう。はい、はい、ヤシココ先生、はい怖っそんな先生嫌だな、はい、おっしゃることはもっともだと思います。小学生に向かってそんなこと言うただね、その現金って魔法なんですよ。わかりました。ちょっと待って、魂の次はマジック出してきたの？何何何？現金って魔法なんですよ。どういうこと？で、例えば今回の例だと、こう予約とかをしてポイントが貯まって、その貯まったポイントって同じようなサービスとかで使えるわけじゃないですか。まあもう楽天だったらね。楽天トラベルとか楽天市場とか、まあ、そういうなんか規模とか提携サービスとかにもありますけど、まあ、そうある程度こう決められてるわけじゃないですか、でも現金という資産になった瞬間にそういう制約から解き放たれて、自由な使い道になるわけなんですよ、何にでも使える日本国内だったら大体、そうなった時にポイント1万と現金1万の価値って違うんですよ。その額面上一緒でもその価値を変えるなんだ制約を解き放つ権利はあるんじゃないの、幹事君には。いや、あってもいいかもしれないけど、これの問題ってやっぱり告知義務があると思うんですね。あ、なるほど。事前にね、これを1万ポイント使っちゃっていいですかねって言ってたらまだいいってこと。そう。だってそしたら、まあ人にもよるかもしれないけど、まあ、それを言ったことでね、それを前提で一人頭の人数を減らそうとする人もいるでしょうし、あれですけど、なんかそれだったら、あ、なんかまあ、いつも幹事くんが幹事してるとしたら、なんかそれを鑑みていいよって言ってくれる社内環境かもしれないし、そうすることでみんな納得すると思うんですよ。でも、そこの、それを黙ってやられちゃうと、やっぱり、一社員のゆうきくんとやしここくんは納得してないわけですよ。こうなると、部署内のね、圧力を生み、通常業務がね、成り立たないと思うんですけど、どう思いますか小学1年生の骨氷くん。逆に、その5万円をフルでそのみんなから徴収、自分が支払ったお金も含めで払ったとするじゃないですか。はい。それでもらえる500円分のポイントに関してはもういいってことですか、先生は。いやー、僕これ自分のカードで払うから500円分のポイントもらっちゃうなーみたいなことは事前に言わなくてもいいってことですか。使用するときに言いましょう。あ、それは言わなかったらそれもちょっとどうなのって思うってこと。よくないね。よくないんだ。よくない。なるほど。そうなんだ。やっぱまずもってね、ただそっちの方がお得、その全体を一つの集団として見た場合お得が生まれるっていうことは分かるんですよね。そうそう、結局ポイントを使わなかったら使わなかったで、楽天だったらプラスになってるんだよ 100%。 もうその魔法とかじゃない方の、もう完全に、まあ、完全に価値が明確に見える形でプラスになってるわけだ。おっしゃる通り。これどっちかじゃん、言ったの。そんな会社のクレーカーで払ってたらまた別だけどね、もう完全にそのあれはないけど、やっぱり僕は透明にしたい、この世界。おー、そのさ、幹事をやるってことに対して結構ね、もうみんなもうちょっとあれを対価があってもいいと思うの。だって、いやだから、たかしくんのクレカの上限額5万円分も減ってんの、いきなり。まずその通り、よう言った。僕もうあれよ、今クレカの上限5万円切ってるからね。それは知らん。骨氷さんの使い方がすごいって。上限を削ってるわけよ、幹事くんは。で、みんなと調整さんでね、なんか全然入れてくれねえやつがいるし、もうみんな10人もいたらね、いるいるいる。その人に聞きながら、え？こうみんな、あなた以外みんないけるのに、結局この日ダメなの？みたいな日が生まれて、じゃあ次の週も調整さんやれますよ、みたいな。ある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 。して、で、なんか、ごめん、幹事ちょっと、1万円差しかねえから、ちょっと他の人が集めて1回お釣りおりちょうだいっていうやつもいるわけ、徴収する。いる。いる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 、本当にいる。そういうのを全部乗り越えて、やっとお店に払えてるわけじゃん。あ、俺、まあ、クレカだからあれか。関係ないかもしれないけど。本当。で、会社になんか書類あげてね。建て替えましたって書類あげて。そう、店の予約もしてよ。したよ。この時期だからさ、なんか急に行けなくなる人もいるわけじゃん。なんか、体調不良だね。急にお店も変わったりする。そうそうそう。そういうことをやってる以上、もう1万円のポイントをロンダリングできたとっていいんじゃないと思っちゃうよ、僕は。あ、そうなんだ、いいじゃん。別にって。なるほどね。そう。手間、幹事の手間がすごすぎる、世の中は。おっしゃる通り。だから、1万円を解放するぐらいいいんじゃない？でもダメ。でもダメ。本当に言ってること、うん、先生うなずきます。小学生がこれ言ってたら嫌すぎるけど。いや、自己満小学校こういう生徒ばかりです。あ、漢字の大変さね。そう、分かんない児童もいる、うん、でもね、そんな人集めるだけじゃんっていう人もいるね。バカタレ。先生もね、はい、
漢字とか結構やります、うん、お金集めたりもしま す, しますね。そう、やっぱり対価は必要、うん、その通り、骨氷くんの言う通りですけれども、ありがとうじゃねえ、報酬にならないわけですよ本当に。そう、言葉は金にならないです。おい、ただそれでもあなたは救われない。どういうこと？漢字くんは救われません。え、でも1万円ロンダリングできたわ、ウヒヒじゃん。いや、お金で見たらその通りですよ、うん、ただやはりゆうきくんとかやしここくんみたいな、うん、社員からの不信感を募らせたというマイナスがあります。あ、そっか、まあ、現にねこういう思う人はいるわけだからね。そう、だからやっぱり取るべき選択は、うん、ロンダリングしていいから明らかにすべきなんです。これはじゃあ事前に1万円ロンダリングすることになるけど大丈夫かなって言ったら、あ、いいんじゃないとは言うのね、事前だったら。その通り。あ、言うんだ。僕の場合はもう漢字の大変さ分かってるから、やりなさいと言う。やりなさいと。あ、ぜひともね。そう、解放してあげなさい、ポイントを。そう、だけれどもやっぱりそれを隠す、やっぱ世の中ね、汚職とかも隠すからダメなんです。ああ、まあでも僕言っちゃうかもな、その場面だったら。やべ、ロンダリングできるじゃん。やっぱね、でも漢字って結局二択で、うん、それを例えば言ったとしたら、うん、みんなにいいよって言われる、慕われるタイプか、うん、その厄介な役職として漢字をやらざるを得なくなった人だったら、うん、結構否定的になるという二択になっちゃうので、また別の問題になっちゃうんですけど、結局これは人間性の問題だよね。でもそれでもやっぱり明らかにしたい、言うべきかもね、事前には。ちょっとそうですね、これはこの問題は2019年度の、ヤシココ実体験から解題してお届けしました。あの、大変ね。ということでね、自己満、もう最初はあの算数のわけわかんない問題だったんですけど、ポイントロンダリングについても熱く話してしまいましたが、皆さんも自己満小学校の問題、法則いっぱい考えていっぱい送ってください。はい、最近さ、はい、エルデンリング流行ってるじゃん。みんなやってる、汗びとになってますね。ね、みんなやってるの、あ、難しいらしいね。フロムゲーがこんなになんかめちゃくちゃバンってリリース当初に出るの初めてじゃないですか、これまでいっぱい、うん、いつもね、じわじわなイメージだったもんね、うんうん、僕は難しいアクションゲームをやると本当に狂うんで、たまに、まあ、僕も見てるだけでいいかな。そうだから、まあ、でもね、最近仕事中暇でさ、たまに、またよくないけどね、やっと落ち着いてきたんですけど、まあ、よかったよかった、まあ、音ゲーはもちろんやるんだけど、家で仕事中じゃないよこれは、まあ趣味としてね、やってます、やる趣味ですこれは。けど仕事中にはそんなできないわけよ、はい、そんな連絡来るかもしれない。まあ100集中しないといけないですからね、その時は。だから、ね、マインスイーパーを始めて、最高、スマホで、うん、一番おもろいかも。パズドラとかそういう話ではないもん、やっぱり。だってさ、パズドラモンスト白猫ではない。ラインナップフルすぎる。今違うの？今はさすがに違うだろ。馬娘、FGO、原神などではなく、もう、やば、マインスイーパーですね。ちょっとカレー集するよ、このラジオ。いやでも、うん、マインスイーパーが一番面白いから、うん、パソコンにも搭載されてたりするんですよね。その当たり前なんですよ。そう。やっぱね、すごいよ。数字だけであんな面白いんだもん。旗とね、爆弾と。爆弾と、そう。すごすぎ。ね、みんなをね、一回入れてやってみたらいいと思う。それなりに定石みたいなのあるから、解き方みたいな。こういうパターンはここにあるみたいなのもあるから。一個目開けるときにドボーになった時の苛立ちってあれどうしたらいいですか？ないから。最近そういうの。ないの？最近は1個目押したところは爆弾ないようなあれになってるから。あ、じゃあもうなんかそれで瞬時に生成されるみたいな。そう。へぇー。し、ある程度ね、こういう数字の並びだったらここに爆弾あるみたいなのあるから、積んでる状況って意外となかったりするのよ。あ、そうなんだ。そう。そういうことを考えながら、仕事のチャットに気づかないみたいなことね、最近よくある。なるほどね。ただちょっと今この話を聞いてて、一つちょっと危機感を覚えまして。何？やっぱね、年を取るとそういうのを好む傾向にあるみたいで、え？僕、この間雑誌とか見てたら、雑誌っていうか本屋さんでね、雑誌売り場を見てたら、はい、やっぱり高年齢層向けには、うん、やっぱり、ナンプレとかクロスワードみたいなのがベザッと並ぶわけですよ。僕が好きなパズルゲームどんどん言わないでよ。骨氷さん、え、あなた還暦なのはもう公表した方がいいんじゃないですか。まだ嘘でしょ。それでは私って還暦の骨氷さんと、ヤシココでお送りするラジオ自己満足、今週は以上です。ちゃんちゃんこきまーす。さようなら。バイバーイ。